皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。スタートです。 このちょっと離れたところって何なんだろう普通の住宅街的な感じなのかなえあ、ひなつるさんオープニング入りました。ひなつるさん無事だった。結構なんか、捕らえてもすぐ食べないんですね。やっぱり尋問するためかなでもやっぱり怪しまれてたんだね。 みんなね。んスマさんだけまだ姿を確認できてないそうだよね。ひなつるさんさっき見て、マキオさんも、一瞬ね、出てきてましたよね。ただその帯の中に、 閉じ込められたのか、どういう状態なのかちょっと今わかんないんですけど。多分無事なのではないかと。で、恋夏オイランもね、帯の中に閉じ込められたる状態で、炭治郎が一応助けたというか、そこの部分だけ切り落としましたよね。帯をね。で、猪助が今行方不明になってんのか。 伊之助善一ね <laughs> はい、オープニング終わりました。で、第5話、ド派手に行くぜ、ですね。お、うずいさん動くのかなああ、よかったよかった。助けられたんだね。 うーん。でしょうな。えうーん。ああ、なるほど。いい。帯にそんな機能というか。すごいね、リモート機能みたいなのあるんだね。 大丈夫安全なところに連れて行かなくて大丈夫なのねあの帯燃やしとこうよ。あそこにかかってるやつ。うん。あ、さっきそれでけ得税あげたんだ。いや、あの帯あるの怖いよね、あそこに <laughs>。 やっぱり嫁には優しいんだね。地面の下え、どういうこと地下ってこと全逸かうあ,あ。おお、初めて見たぞ。 えでもわざかどんなのかわかんないすげえな全部察知できるの またかそんなこと言うなよすごい人だぞうんまた怒られちゃう博士塚さんにああ、そっか 使い手にもよるのか刀そうだよね <laughs> えそんなことあるん体うんうん なるほど。今ちょっと二足のわらじ状態というか、二つ使い分けてるからね。あ、だいぶでもそれ使いこなせるようにというか、うん、反動が、来るんだ。 違うよ <laughs>。うん。もう本当に非容義じゃないけどさ <laughs>。いや、大丈夫なんか一発で仕留められなかったらやばくないか燃やせはわ、うん。 あ、なんか、すごい、え新しい技が。うん。もうそっちの体にしちゃった方がいいんだ。で、始まりの呼吸に近いってことは強いんだよね。えい、ー あ、渦井さん来たああ。現日光幻を見せたってこといや、刀持ったまま飛ばされるって怖いよね。 反動が、来ちゃったうーん。うーん。大丈夫かわわ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 わ。すごいね、この、自在に動く帯。回復の呼吸 だノービンー <laughs> あーあーその実験っていうかやってたんだ。 何度うん今体を慣れさせてんじゃないの泣いてるの <laughs> 口 ああ。ええー。だから体温を上げるのなの。心配してんだよね、うん。やっぱり描写されてなかっただけで、 そういう訓練っていうかやってたんだね。そうだよね。あんな戦いの後だもんね。無限列車でさ。期待直したかったよね。 思いの強さをね、力にするのはさすがジャンプ主人公でも真っ正面から言ってもな、大丈夫かな B パートですねうん少し時を遡っておぎもと屋 <laughs> そういえばね。あ、だから。<laughs> <laughs> あ、じゃあ、力戦ってんの、伊之助けか。<laughs> 屋敷壊れ、壊しまくり。 うんうん。やっぱ地下にいるんだ。よしょつっかかった。うーん。いや、それ取ったらいいんじゃないの取れないんだよな。あなかこの方がかっこいい。なんかワロックみたい。ひゃー関節外したのね。<laughs> 動きがなんか気持ち悪いよ。モグラみたいだね。<laughs> 関節外した状態でそのままくねくね動けるんだ。あ。やっぱ捕らえられてる。しかもモビの中に。あーやっぱいるね。いるいるいる。嫁さんたちいる。 善逸は腹巻きうん冷蔵庫代わりですね。というかまあ食料庫みたいにしてんのか。<laughs> やっぱり 何してんだこいつってなんか帯にもさ分身みたいにいるんだ <laughs> ミミズ <laughs> <laughs> なるほど、これ、この帯が分身のやつで、おお、落ちてる落ちてる。尋問したりしてたんだ、してたんだね、捕まえてね。うまいね、さすがひ之助鮮度の高いほ、だから、冷蔵庫じゃないんだから。 書像庫ね。何なのこれ。分身なのか、配下なのか。 なんか燃やすのが良さそうだけどね。燃えないんかな。うん。6。ラングイやっぱ本体じゃないからか。ね、どうすんの ああ、また取り込もうとすんのか。うーん。あ、来た来た。来たんじゃないこれ。ああ嫁さんが。何飛んできたかと思った。区内か。解放されたんだね。 全員いつも解放してあげてえぇ、ー、は <laughs> やっぱ捕まってたんだ。<laughs> 真っ先に捕まってたんだ。じゃあ本当に、日記に足抜けするって書かれてたの偽造、偽装だったんだね。敵の。あ、来た。そうだよ。先にそれ助けなさいよ。<laughs> 全員助ければ <laughs>、戦い手が増えるじゃん。あ、でもそっか、ちょうど眠ってんのか。 ちょうどよかった、眠ってて。え <laughs> 言われた <laughs> 言われた真 <laughs> 理ですね。<laughs> いや、起こさなくていいから。<laughs> うんうん。 もう一つはうずいさんか。ちょうど、下にパーンってやったもんね。それか、それだったんだ。音柱だもんね。なんなの音圧なのこの帯って確か、多分、午前だよね。声優さん。 あ、来た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 。なんか豪華だね、ほんとに声優さん。こんなとこで使っちゃうんだっていう、豪華さ。<laughs> いや、やっぱり強いうわ、うああ綺麗に人間をこう、避けて。さすがド派手だ よかったね。再会できて <laughs>。うん。みんな父でかいな。うん。忍びだからか。うん。 やっぱりなんかドラマみたいに色,色仕掛けとかあんのかなハニートラップみたいな。 うん。なるほどね。<laughs> いや、そりゃ嫁大事だよね。なるほど。いいんだよ。旦那が言うんだから。<laughs> そうだよ、うんそうだねまあそういう世界で生きてたらあれなのか常識外れな感じになっちゃうのかな天元の方が。天元って言っちゃった。 渦井さんのさ、マニキュアみたいなのがさ、なんかカラフルなのも派手でいいよね。<laughs> うーん。鼻水。なんで渦井さんだけさ、 あそこで終わるんだ <laughs>。あ、はい、エンディング入りました。なんでうずいさんだけ嫁三人なんだろうな。なんで三人が許されてるんだろうな <laughs>。<laughs> まあなんか特殊な世界で生きてるからいいのかな <laughs>。これが一般人だったら無理だよね、きっとね <laughs>。 まああの、金も、お金持ちの人だったら、まあそういう人を抱えてるかもしれないけど、そういう話じゃないし。まさか帯がこんなにさ、流動的にっていうかなんか、動くと思わなかったよね。帯って硬いんだっていう。 え、でもなんかあのエンディングの血まみれなんなんだろううずいさんの手が血まみれなの。やっぱり過去に関係してるのかなああ、でも善逸も助かってよかったよかった。まあ、無事ではいるんだろうなと思ったけど。もうすぐ捕まえて食べるような鬼じゃなくてよかったわ。 エンディング終わりまして。<laughs> まだそこ誰だよ <laughs>。そうだね。うん。家の問題なのええー。 何なんだろそれは、重なる記憶。はい。えっ、ー、と、鬼滅の刃、遊郭編の講は見終わりました。その、うずさんの家が、一夫多妻制なのはあれなのかな絶対子孫を残さなきゃいけないような、あれってこと休暇ってことなのかな だってさ、お嫁さんをそんなにあれするってことはきっと子孫を残すためというか跡継ぎを残すためみたいなのが大きいですよねえー、なんかやっぱり渦井さんのここ気になるななんかエンディングのちょっと手が血まみれになってるそのシーンとかもねきっと関係してるのかなってなんか昔の任務の時の話なのかな忍びの時のそれで忍びやめたとかいう原因になってるとかそういう感じなのかな気になりますね お嫁さんもみんな無事助かりましたし、善逸も戻ってきたというかね、助かったというか、解放されたしね。今、炭治郎が上で一人で戦ってるけど、次回もまた見ていきたいと思います。鬼滅の刃遊楽編5話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。